ツイートされてない。あ、僕も見ないと。あ、本当だ。あ、しかもいい感じに端っこに。されてない？はい。どうしたらいい？うん。どうしたらいいんだろう。オン、ツイキャス中ってつぶやくぜ。はい。ツイキャス、開始。入るかな？ああ。先に、音声が今日は、いつもよりちょっと入らないことを説明した方がいいかもしれない。もう声入ってますね、これね。声は入ってるけど、はい、BGM BGM とかがいつもと今日は違うんですね。はい。なんでだろう、なんでだろう。なんでだ、なんでだろう。誰の手でしょう。か。初めてじゃないですか、画面を映すのは。そうですね。ね。ねえ。もうもはやこれはラジオというより。どこですか、ここは。ここは、レディオネオのスタジオです。和骨です和骨です和骨ですってなんだっけ、和骨鳥オツですっていうこと。和骨鳥オツで です。そうだね。イエーイ。テンション高すぎ。あ、もう1000人いますね。早速、もう1000人超えたね。はい。おい。しています。曲のリクエストはもちろん、木村圭作さんへアニソンに関する質問、私たち2人への普通オタを募集中です。そして、あ、なるほどね。はい。です。はいはい。おや、ガチンコ入るぜ。なんで小指ってバレてるんだろう。ね、すごいね、みんな。なんで小指ってバレてるんだろう。すごいな、みんな。ねえ。ちくしょう。バレたぜ。というわけで、あと5分で始まります。その腕は命のです。あ、バラしたな。バラしたな。あ、そう、こうやって見えてんだ。ね。今日は、はい、今世紀初の指配信です。怒ってるぞー。イワッチじゃないよ。イノッチね。この指はね、イノッチだね。イワッチじゃない。イワッチかもよ。またそんなこと言って。怒ってるぞー。ちょっと傷入っちゃってるしね。そうだよ。中指だけ。怒ってるぞー。後ろの人、おしゃれね。髪結んでる男の人。誰だろうな。いるなー。一体誰だろうなー。それおもろー。おもろいなー。それおもろー。それおもろー。うん、わかるわ。おしゃれよな。今のおもろー。めっちゃおもろいなー。おー。確かに。いやー今日はもうね、おレスだよ。可愛い声の人にレスさんって言われた。誰だ今。誰だ今の。レスさんって今の誰だ。あ、聞こえなかった今。何々さんって。発音ちょっとおかしいよね、でも。レスさん。レスさん。レスさんって。はい。というわけで、もうすぐ本番です。よろしくお願いします。お願いします。ガチンコ生放送。はい。名古屋からだよ。イェーイ。
イエーイってなんだろう。あ、これまだ前から入ってない、うん、まだ入ってないよ、入ってないんだ、ほら、で、あ、下げて、なるほど、下げて、あ、本番始まってたか、はい、さあ、始まります、もう間もなく、いいよ、あと20秒。お、ちゃんとカウントされてるよ。ね、汗は、こういう感じなんだね。ナイトドリフターテーマに沿って曲をセレクトする30分のプログラムです。2月15日のテーマはリアルナイトドリフター、実際に車に乗ってお出かけです。どこに行こうかな、ハラピーどこ行きたい、戸隠し、ナイトリは月曜深夜12時30分、うん、はいはい、レディオネオを聞きの皆さん、こんばんは、ルスです。毎週月曜日から木曜日の夜は、ソーシャルミュージックシーンで活躍中のアーティストが日替わりで登場するラジポップ 2.5 シーズン1。毎週月曜日の夜は、僕、ルスがお送りする月曜の夜はルスやけど、一週間ぶりのご無沙汰です。皆さん、お元気でしたか？さて、この番組は、ラジオとツイキャスを連動させた新感覚プログラム。あなたは今夜、この放送何でお聞きでしょうか？ラジオ、ツイキャス、それとも両方。ラジオの場合、東海エリアの方なら、FM ラジオの周波数を 79.5 に合わせて、県外の方なら、ラジオ配信サービスラジコを使って、ツイキャスの場合は、ラジポップ 2.5 と検索して放送を楽しめます。放送内容がちょっと違うので、ぜひ両方でお聞きください。さあ、今夜も自宅からではなく、今夜はですね、名古屋にあります、レディオネオのスタジオから、初の生放送です。イェイ。そして、今夜は、先週の木曜日に引き続き、クラッドネス君と一緒にお送りしています。クラ君よろしくね。どうもこんばんは、クラッドネスです。よろしくお願いします。はいはい。それでは、ラジポップ 2.5 シーズン1。月曜の夜は留守やけど、この後夜12時までお付き合いよろしくお願いします。今夜の1曲目お送りしましょう。僕のセカンドアルバム、ラビリンスから、ラビリンス。なんか、イヤホンの音おかしい。イヤホンの音おかしい。なんか声が遅れて帰ってくるんですか？声が遅れて帰ってくるよ。うん。あ、若干のラグがあるんですかね。配信とは部屋になってない。配信。モニター、ずっとのモニターが、ね。そう、めっちゃ喋りづらい。ちょっとね、うってる。治りましたよ。治りました。治りました。大丈夫です。安心してください。治りました。親指増えてる。いや違う、噛んでるんじゃなくて、めっちゃ喋りづらかった。あ。からの指。親指怖え、これ。ちょっとホラーですね。はい。どうですか？スタジオは。いつもと。スタジオはどうですか？なんか、うん。なんか綺麗な家って感じ。綺麗な家。綺麗な家に来た感じ。綺麗な家な感じ？向こうには誰がいるんですか？あれ？向こうおしゃれな人おります。あれ、おしゃれな。おしゃれな人がいる。髪くぶってる人いるなぁ。ほんとだ。元力士みたいな人がいる。あれもしかして元力士の服屋さんの人かもしれない。このクマさんは何なんですかね。このクマさんはね、
パディントン、すごい正解な人がいますね。よくわかったね。すごい。すげえ。パディントンでーす。レディオネは今ね、パディントンに占領されてるからね。もうこれダゲってなくなったんですかね。なくなった。スイッチをおしまい違えてたよ。すげえ、僕も今聞いたことないぐらいパソコンのファンが動いている。放送やってるんで。放送やってるんで。インフルエンザ流行ってますからね。まさかパソコンに映るとは思わなかったですけど。うん。あ、2000人だって。お。いやー、これもう30万人行きましょう。30万人?30 万人行きましょう。はいはい、はい、遠くにお願いします。ポット君は、ポット君遅刻ですかね、今日ね。はいはい。エリオネオのスタジオから初めての生放送、もちろんツイキャスも配信中。ルスがお送りするラジポップ 2.5 シーズン1、月曜の夜はルスやけど。今夜は毎週木曜日のラジポップ 2.5 シーズン1、クラッドレディオを担当しているクラッドネス君とお送りしています。どうも、クラッドネスです。はい、こんばんは。はい、こんばんは。さてさて、このままね、2人で番組を進めていってもいいんやけどね、一応呼んでおかないと。機嫌を悪くするんじゃないかと思うので呼んでみましょう。ぼっちくん。俺がぼっちだ。すごい。ヤクザみたいな。いつもいつも何を間違えたのじゃ。いやいや、間違えてないよ。落ち着いて。今、ぼっち言うた。いやいやいや、ぽっとくん。こんばんは。こんばんは。ようこそ名古屋。そして、ようこそ、レディオネオへ。なん、どうした？ん？どうしてないよ。どうしてないよ。どうしたの、ポットくん。とりあえず、エキサイディ名古屋公演、はい、お疲れ様でございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。しかも、大阪、うん、2ステージ、京都、2ステージ、そして名古屋も2ステージ。うんうん。いや、とても。体大丈夫？もうね、本当にね、体の疲れなんかよりもね、楽しさの方が大きくてね、うん、全然上回ってますよ。ライブはどうでしたか？まずは2月11日ね、梅田赤楚、はい、昼夜公演あったんですけどね。やっぱね、大阪はすごかったね。いや、めちゃめちゃ暑かったね。めっちゃ盛り上がったね。はい。で、2月13日土曜日、京都ミューズ。こちらも昼夜公演。はい。ね、京都結構ね、僕落ち着いたイメージあったんですけど。はんなりとしたね。ね。京都ならではの。ね。そんなのちゃうでってくらいにね。暑かったね。イメージがね。うん。裏返しになりましたよ、僕の中で。京都のイメージ。うん、激しかった、京都も。そして、今いる名古屋。ね。
バレンタインデーにあったライブ、名古屋ボトムライン。これまたね、過去最高に盛り上がった、本当に。いや、名古屋半端なかったです。名古屋半端なかった、ね。本当に半端なかった。なんか、僕らのボルテージもね、すごい上がりましたからね、もうなんか僕とかテンションおかしかったもんね。おかしかったね。みんなに、僕らどうしたのみたいな。いや、マジでね、オラットネスだった。オーラーくんってね、うん、言われてましたもんね。オラオラしてた、本当に。オラットネス、はい。珍しいからね。あんな僕ね。本当に楽しかったなぁ。はい。はい。名古屋のライブは特に盛り上がりましたね。うん。すごい印象深いライブになりました。印象深かった。うん。ね、特にさ、うん、この、合計6公演終わったんだよね。この1週間で。この1週間だけで、ね、4日間か、実質。6公演もね。そうそうそう。この4日間で6公演がありまして、多分、今回のツアーの中で一番のハードスケジュールを乗り越えたんじゃないかなと。そうだね。ここが本当に山場というか、はいはいはい、ね。一番大変な週だったね。うん。けどね、無事僕ら乗り越えることができて。はい。残すところ。こうやってね、うん、残すこと、3公演。3公演だね。うん、宮城と、郡山。そう、郡山と、ラストの新木場。そう。あと仙台だね。そうだね。で、この3公演を乗り切って。うん。頑張りましょう。残り3公演。いや、残り3公演の最後まで突っ走りましょう。はい。ね、けど本当にね、うん、ツアジーね、やっぱね、クーラ君と回っててね、思うけどね、うん、楽しいライブツアーですね。いや、本当に、もうこうやって楽しくツアー回れることほど幸せなことないよね。うん、ね、だいたいね、うん、こんだけ公演回ってたらね、体力の消耗が激しすぎると思うんですけどね。けど楽しいからこそね、体力、まあ、疲れてることを忘れて、だいぶ楽しんでるっていうか。うん、こう、各地のね、はいはい、グルメなんかもね、はいはい、食べたりしてね。うんうん。なのでね、残りの3公演もね、突っ走って楽しんでいけるんじゃないかなと思います。はい、そんな予感がしております。はい、ではでは、ここでね、一曲お送りしましょう。クラ君、曲紹介お願いします。はい、僕のセカンドアルバム、クラッドパラドックスから聴いてください。クラッドネスで、ブライクジコライザー。ヘイ、来ましたね。来ましたね。ポット君のくせに間に合いやがったっすね。もうこっちのね、手が気になってしょうがなかった。あれはね、もうね、ずっとこういう怖い人が覗いてるっていう。うん、あ、イワッチ。あ、イワッチが来た。イワッチ。イワッチ。はい。イワッチがこっち側に来た。こっち側に来た。うん。ほら、イワッチだよ。僕がイワッチだよ。あのイワッチだよ。絶対違う。ちゃうよって言われてるし。うん、イワッチファンすごいな。イワッチ待ってましたとか。ねえ。そして、これがイノッチだよ。イワッチ謎のステップかましたもんね。これがイノッチだよ。イノッチは無表情だよ。イノッチが今喋ってる人で、イワッチは奥に、ね、そう見えてるね。いつもね、あのみんながご存知の本物だ。本物がちょっと左上の方に来てますけども、イノッチは面白いです、ね、これが高原さんだよ。誰だ、ね、誰ってなるし。誰だし。僕が高原さんだよ。初耳。これがですだよ。早い早い早い、ね、残像だよ、ね、早い早い。みんなのコメントもバッチリ見えてるからね。見てるよ。見ているぞ。し食べちゃうよ。もう。
これがジェスだよね。これがクラッドの人だよね。これがクラッドですだよ。どこ行く？多分ね、あ、ちょっとね、時間差なんだよね。あ、来た来た来た。見えてる見えてる。これが肘だよ。命。命の肘だよ。あと30秒ぐらいだね。はい、30秒ぐらいで、いきますよ。はい。お願いします。エリオネオのスタジオから初めての生放送、もちろんツイキャスも配信中。ルスがお送りするラジポップ 2.5 シーズン1、月曜の夜はルスやけど、今夜は毎週木曜日のラジポップ 2.5 シーズン1、フラットレディオを担当しているクラッドネス君とお送りしています。どうもこんばんは、お邪魔しております。クラッドネスです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。お、ポット君。あ、ポット君だ。どうしたの？はいはい。はい。もうね、名古屋のね、うん、いわゆるね、なんだろう、うん、もう、観光っていうかさ、うん、食巡りしてたよね。観光もしたし、名物もほとんど全部食べたし、ね。もうなんか名古屋満喫しすぎてたね、今日。ね、胃袋の中にも名古屋が入ってます。はいはい、まずね、昨日ライブ終わった後に、うん、ひつまぶし。食べたね。食べました。はい、そして翌日、うん、今日ね、昼、昼、昼ご飯何食べたっけ？あんかけスパゲッティ食べました。初あんかけスパですよ。ねえ。めちゃめちゃ美味しかった。あんかけスパさ、正直舐めてた。うん。ね、どれくらい美味しかったかっていうとさ、うん。俺さ、あんかけスパってなんか結構甘いイメージもあったんですよ。僕ね、逆になんかしょっぱそうなイメージあった。うん。勝手になんか、わかんない。あんっていう名前がしかないけどさ、はい。なんか甘いイメージあって。そう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 。うん、なので、なんか、結構ね、僕甘い、なんかそういう、食べるもので甘いものってあんま好きじゃないんですよ。うん、なんかぜんざいとか。うんうんうん、だから、ちょっと敬遠してたんですけど、うん、せっかくだから食べようっていうことで食べたじゃないですか。はいはいはい。で、食べてみたらね、もう本当に美味しくて。びっくりしたね。びっくりしたわ。僕も、いやいやいや、あんかけスパでしょって思ってたら、うん、もう、いや、本当お見せしました。あんかけスパめちゃめちゃ美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかったね。ね、本当に。でね、はい、クラ君何頼んだっけ？どういう系頼んだっけ？僕はですね、期間限定の、うん、ちょっとトマトベースのあんがかかった、うん、エビとホタテが入ってて、うんうん、三つ葉が乗ってたりする、うん、おしゃれな感じのちょっと、あんかけスパゲティを食べました。あ、そうだそうだそうだ。うん、で、俺が、あれだ、なんかすごい、もう、焼肉とかエビフライとか、そう。もう、あと、あんかけスパのなんか、全部入ってる。ね、もう。欲張りセットみたいなの食べましたね。そう、欲張りさんだからね。美味しかったわ、けど。美味しかったなぁ。で、その後にね、はいはい、名古屋城行ったよね。名古屋城行った。はい。ね、うん、金のシャチホコね。金のシャチホコがもうなんか、うん、屋根にそそり立ってて。そう。お城の中にもね、そう。シャチホコがいたりして。どんだけシャチホコをするんってくらいさ。で、合計4匹5匹見たよね、シャチホコ。いっぱいおったシャチホコ。お城のね、一番上にもそうだし、通るところにもシャチホコって。おったおった。で、中にもシャチホコ2匹くらいあって。いっぱいいたね、シャチホコ。金ピカだった。金ピカだったね、本当に。うん、あとね、何回か忘れたけどさ、うん、4回か5回くらいのところで、うん、そう。乗って写メ撮れるみたいな。そう、記念撮影スポットみたいなのがありましてですね。はい、デスクに撮ってたんですか？撮った。ツイッターの方でね、ぜひ確認してみてください。あと、信長にもあったよね。あ、そう、うん、なんか、おもてなし戦国武将、戦国武将があった。おもてなし舞台の信長がね、今日出動してて。それです、それです。おもてなし武将隊。
うん、招待ね、そう、なんか普通に歩いてたら、あの名古屋城のなんか向かう通路、うん、にね、あの普通になんかなんか本当に織田信長と足軽さんがいて、うん、記念撮影したね、うん、あの普通にね、あのお主らも撮るかみたいな、そうありがとうさんじゃっつって、うんうん、風に気をつけてのってありがとうございます。でその後どうしたっけ。でその後に、うん、コメダだ、そうだコメダ行ったんだ、名古屋発祥のコメダコーヒー店に行って2人で、あの白ノワールにキャラメルがかかってるキャラノワールっていうのを、そう食べた食べた、1人1個ずつね、うん、あんかけスパ食べた後なのに、あの大きいサイズを2人とも丸々1個食べました。食べましたね。なんだっけ、本当は黒ノワール食べたかったんだよね。なんか今期間限定でね、うん、チョコがかかってる黒ノワールっていうやつがあるらしいんですけども、うん、ちょっとね、行った店舗にはなかったんで、うん、キャラメルかかってるやつ食べよっかってことで、はいはい、キャラノワールを2人で食べさせていただきましたけども、めっちゃ美味しかったね。けどいや美味しかったね、うん、キャラノワール。やっぱね、名古屋は食が美味しいですね。ね。で、晩ご飯でも、ね。はい。そうそうそう。あの、ここ来る前にですね、うん、スタジオに入る前に、味噌カツ。味噌カツ。知るぞぞ。ね。知る人ぞ知る名店。うん。に行ってきましたね。はい。いや、味噌カツって僕なんかしょっぱいイメージあったんですけど、はい、今日行ったところはすごい。美味しかった。うん。味噌の甘みとしょっぱみがいい塩梅でめちゃめちゃ美味しかった。また食べに行きます。はい。はい、というわけでね、合計ね、あ、あとさ、ライブのケータリングで天むす食べた。天むすも食べたし、美味しかった。ね、カツサンドも食べたし、カツサンドも食べた。もう名古屋尽くしだよね。食べすぎやろ。本当にもう、どう考えてもグルメツアーですよ。うん、ね、本当にね、もうグルメツアーでしたね、名古屋。ね、もう胃袋にもう名古屋をここぞとばかりに詰め込みました。はいはい、うん、本当に楽しかったね。ねえ。まあ、また次来るときはね、うん、なんだっけ、食べてね、手羽先とか、ね、うん、手羽先だったり、マウンテン。マウンテン行きたいね。そう、行ってみたい、みんな言うから。そう。まあ、次回のね、XIJ か ETA か分かりませんが、はい、名古屋行くときは、また食べます。そのときまた感想を言いたいなと思うので、うん、待っててください。待っててください。はい。というわけでね、XIJ ツアーの感想メールが、届いているので紹介していきたいと思います、うん、はい、ラジオネーム岡田さん、ルス君、クーラ君、こんばんは。こんばんは。こんばんは。そして XYZ お疲れ様でした。お疲れ様でした。私は今回北海道から名古屋公演に参戦したのですが、最初感じていた不安が気にならなくなるくらい楽しかったです。出演者さんはもちろんですが、今回一緒に行動してくれた方々がとても気さくで素敵な方で、ライブ中だけでなく2月14日がずっと楽しくて、素敵な人のファンは素敵な方ばかりなんだなと心から思いました。あのライブハウスにいた人が全員が素敵で、本当に忘れられない最高の思い出になりました。素敵だな。2月なのに春みたいに暖かいし、むしろ暑かった。食べ物は美味しいし、正直帰りたくなかったですが、この思い出を胸に明日から頑張ろうと思います。最高の時間をありがとうございました。 PS、夜公演後、あ、これは何もない、すいません。はい、はい、すいません。はい、というわけでメッセージいただきましたけど、嬉しいですね、こうやって。いや、嬉しいね、うん、なんかこのライブの良さってやっぱり空間を、そのライブ会場に来てるお客さん全員と、そして出演者がその空間と時間を共有してるところだと思うんですよね。はいはいはい。でね、こうやってその今のね、方がおっしゃってくださったようにね、こうみんなでライブをやれてる感じがして、本当にいいライブになったなと僕も思ってます。そうですね、うん、なんか名古屋公演ね、あの北海道から来てくれたってことで、本当に、うん、北海道から来てた方もいたんだ、うん、へえ、すごい嬉しいですね、今度どこから来て、うんうんうん、いやー、そうか、そうだよな。けど北海道と名古屋だってさ、気温の差が全然違うしね、うん、そうだね。しかも昨日5月分張りの気候っていうことで、うん、21、うん、2度まで気温が上がったらしくて、うんうん、本当にもう春夏ぐらいじゃんっていう気温だったんですよね、うんうんうん、なんで余計にね、気温差を感じたんじゃないでしょうか。はいはいはい。
はい、ですね。はい、じゃあ、岡田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続きまして、ラジオネーム、まるさん。XYG 大阪両部と京都の昼に行かせていただいたのですが、すごく楽しくて日頃のストレス発散できました。すっきりした気持ちで今日学校へ行ったのですが、ぎくしゃくしていた友達と普通に接せるようになっていてとても嬉しかったです。なんと。何パワーだそれは。それに、ライブ会場でお友達ができたりと素敵な空間、時間を作ってくださって本当にありがとうございます。ライブに行くようになって社交的になれた気がします。次の ETA 大阪でお会いできるのが楽しみです。なかなかと失礼しました。嬉しいですね。いや、そう、日頃のストレスを発散できた。ね、あと、こう、ライブ会場で知らない人とお友達になれるっていうのもまた、ライブの醍醐味ですよね。はい、はい、はい。うん。なるほどね。嬉しいわ。うん。どんどん読んでいきましょう。いきましょう。ラジオネーム、マーヤさん。デス君、クーラ君、こんばんは。こんばんは。こんばんは。エクサジーツアーお疲れ様です。滋賀公演と京都夜公演に行かせていただきました。両公演熱くて本当に本当に楽しかったです。私はこの春から社会人となる22歳の大学生です。そんな私と同世代のお二人がたくさんのお客さんを楽しませている姿を見て、私もこれから頑張らなきゃと思うようになりました。職種は幼稚園教諭なので子供たちをたくさん楽しませてあげられるような先生になりたいと思います。エクサジーツアーでお二人からいただいたパワーを糧にしてこれから一生懸命頑張りたいと思います、うん、本当に素敵なライブをありがとうございました、うん、インフルエンザも流行っているみたいですので体調にお気をつけて残りの公演も頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。幼稚園教諭素敵だな。ね、幼稚園の先生だもんね。いいね、子供が好きなんだろうな。ね、俺も子供すごい好きだからさ。うんうんうん、いいですね、そういう人。いや、もうぜひこのね、XYZに来たライブパワーで、はいはい、幼稚園児のみんなをね、はい、こうあやしてあげてほしいですね。はいはいはい、確かにね。うん、でね、インフルエンザもね、ほんと流行ってるんですよ、最近。めちゃめちゃ僕らの周り流行ってるんですよね。実際メンバーでね、4人くらいかかってるね。半分ぐらいのね、うん、人がインフルかかっちゃって。そう。あのこれね、ジンクスがあって、うん、なんだろう、僕の新幹線の隣に座る人は必ずインフルエンサーになるっていう、うん、そう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 、見事に、ね、ジンクスがあるんですよね。あ、なんかすごい悲しいんですけど。僕たちも気をつけないと ね、気をつけないとな。はいはい、じゃあ続いて読んでいきましょう。はい、ラジオネームリンゴさん、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。デス君はじめまして、こんばんは。こんばんは。 XYG ツアーお疲れ様です。私は先日 XYG 京都に高校生の娘と初参戦させていただきました。おお、親子で来たんだね。うん、若い子の中におばさんが入るのはとても抵抗がありましたが、楽しい時間を娘と過ごすことができてとっても楽しかったです。同席なら思いっきり楽しんでやろうとツイートされている瀬戸りをチェックしながら娘の CD を聴きまくり、見よう見まねで手を振りヘッドバンをし飛び跳ねて楽しみました。嬉しいなこれね。おかげさまで翌日は全身筋肉痛で動けなかったです。やっぱり若さっていいですね。そして何よりデス君の顔の小ささにただただびっくりで、可愛らしい笑顔に和まされ、こんな息子欲しいわとすっかりファンになりました。ありがとうございます。またぜひぜひ機会があれば参戦したいと思います。インフルエンザに負けず残りのツアーも頑張ってくださいね。応援しています。はい、ありがとうございます。 PS、 歌の途中でちぎれたネックレスは見つかりましたか？そうだね、俺確か京都でちょっと楽しみすぎて、うん、あのネックレスがね動いてる時にちぎれたっていうハプニングがあったんですけど、うん、最後のね、あのアンコール前のラストの曲で、まあ、無事に見つかりました。いやね、京都も楽しかったですね、うん、でまたこうやって親子でね、うん、来てくださってるお客さんこう、うん、ちらほらいらっしゃるんですけども、はいはい、やっぱりこう世代を超えて、はい、この僕たち見てくださるって本当嬉しいですね。うんうん、本当に嬉しいです、ね、でも翌日も筋肉痛になるぐらい、はい、ね、本当に楽しんでくれた証拠ですから ね、それは、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続きまして、ラジオネームゆうきさん。ルス君こんばんは。こんばんは、ゆうきです。昨日は XYG ツアー名古屋の昼公演に参戦しました。友達と一緒に参戦したのですがめちゃくちゃ楽しかったです。そこで新しいお友達もできたのです。
おお、おめでとう。とてもいいバレンタインを過ごすことができました。ありがとうございます。これからもディスプンのライブがあったら頑張っていきます。頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、昼盛り上がったし、しかもバレンタインだったんだよね。ね、バレンタインってこともあって、ね、さらに盛り上がってたよね。盛り上がってたね。僕らはね、チョコをもらうんじゃなくてあげる側だったからね。そう、ステージからね、チョコをポポポイポイ投げてましたけど、ね。はいはい、本当に。いやー、本当に、ね、楽しかったですわ。ね、バレンタインにライブなんてなかなかできないからね。では、ここでね、メールもたくさんいただいたことなので、ここで一曲お送りしましょう。僕のセカンドアルバム、ラビリンスから、露出なメイズ。はい。いやー、いいですね。ナウオンエアですね。ナウオンエアですね。ね。いや、もうね、こっちが気になって仕方なかった。すいません。ちょっと楽しませようと思って。はい。会話に合わせて。メールもなくなっちゃった？なくなっちゃった。結構巻いてるね。ね。メール追加ないかな？いや、多分あると思うんだけど。もう全部読んだ？いや、とりあえずいただいたやつも。そっかそっか。名古屋について、岩田さん、はい、これ、どのタイミングで読む？ポット君の声入ってないらしいけど。この後、留守隊長やけどのコーナーやって、はい、で、一曲かけて、で、エンディング入る前に、この、名古屋についてこの岩田のメールだとか、あと、2、3通、またメール入れますので。はい、留守隊長やけどの後。の後。はい。の声ないでこっからもうね、押すしかないからね、ちょっと僕がここを調整しながら、うん、はい、はい、お願いします。いつもだとスカイプからこう繋いでるんだけどね。あ、白い袖が見える。まもなく終わります。やばいやばい、はい、あ、終わった曲が、ベリオネオのスタジオから初めての生放送、もちろんツイキャスも配信中。ルスがお送りするラジポップ 2.5 シーズン1、月曜の夜はルスやけど、今夜は毎週木曜日のラジポップ 2.5 シーズン1、フラットレディオを担当しているフラットネス君とお送りしています。どうもこんばんは、フラットネスです。そして、ここからはあなたのお悩みをみんなで解決していくルス隊長やけど。今、ツイキャスで聞いている皆さんには、僕、ルス隊長を率いるお悩みをお助け隊、通称、お助け隊のメンバーとなってもらい、一緒に解決していこうというコーナーです。うん、そして、今夜はフラットネス、特攻隊長にも参加してもらいます。はい、特攻隊長です。はい、それではまず今夜の会員数は何名だい、ポット隊長。今夜のメンバー1943名が登録しております。
お、やっぱり生配信ってことになって今日多いですね。多いね。うん。了解。お気をつけたいのみんな、クラッドネス、特攻隊長、よいはいい？準備バッチリです。はい。じゃあ、今夜の相談を聞いてみよう。ポットク隊長、今夜の誰の、どんな相談が届いているのかな？はい。ラジオネーム、マルカートさんからのお悩みです。私の悩みはズバリ上がり症ということです。私は吹奏楽部に所属しているのですが、一番目立つ場面やここは絶対に失敗できないぞという場面で必ずと言っていいほど失敗してしまいます。もちろんそれは吹奏楽に限らず学校行事など同じように緊張してクラスの足を引っ張ってしまいます。私はもうすぐ高校生になるので、それまでになんとか上がり症を克服したいのです。皆さん、緊張をほぐす方法あったらぜひ教えてくださいとのことです。なるほどね、緊張ほぐす方法、はいはいはい。ちなみに、クラ君はどうやって緊張ほぐすの？そうですね。僕も小さい頃から上がり症で、うん、今となってはね、ステージ上からこうお客さんの目を見たりしてね、歌うこともできるんですけども、小さい頃、うん、本当にもう小3ぐらいの頃とかは、うん、もう、なんだろう、僕もピアノとかやってた時期があったんで、ピアノの発表会で緊張しちゃった時とかは、親にも、うん、お客さん全員ジャガイモだと思って発表しなさい、みたいなことを言われて、そう、だからもう、ジャガイモ。そう、お客さんはみんなもう、ジャガイモとかかぼちゃと思って発表しなさいって、はいはい、よく言われました。はいはいはい。はい、こうやっぱりね、こう人が見てるっていうのを意識しちゃうと、やっぱり緊張しちゃうんですかね、うん、僕らってね。あ、そうだよね、確かに、うん。まあ意識したら確かに緊張してしまうかもしれないね。うん。そうか。じゃあ、お気をつけ隊の皆さんの、ね、コメントもいただこうと思います。うん。さあ、お気をつけ隊の皆さん、どんどんツイキャスで書き込んでください。うん。緊張をほぐす方法。そうだな、俺だったらどうするかな。あ、そうだね、今あとツイキャスにもコメントがあったけど、こう深呼吸をするとか、はいはいはい、僕もなんだろうな、本番前とかはこう深く息を吸って吐いて深呼吸っていうのを3回繰り返してます、いつも。あー、なるほどね。そう、あとまあこう人の字をね、はいはい、手のひらに書いて飲み込むとかありがちですけども、はい、いいかもしれないですね。今コメントでもあるけどさ、うん、いつも聴いている音楽を聴く。うんうんうん。いいリラックスの方法だと思いますね。うん、なるほどね、うん。とりあえず叩いてもらう。あ、でも僕もさ、うん、レス君とかよく肩揉んでくれたりするし、僕もレス君に背中、よし、行ってこいみたいな、うん。あれやってもらうと僕もよしってこう、はい、なるよね。ね、スイッチ入るよね。うんうん、結構なんだろう、ライブ前とかもね、うん、僕ら気合い入れするんですけどね。うんうん、やっぱ気合い入れってすごい大事だと思うんですよね、うん、だから名古屋の気合い入れとかもすごい僕らのボルテージ上がってたから、うん、結構そういうのでやっぱスタートダッシュとかもすごい良かったし、なんだろうな、やっぱりその叩いてもらうとかは結構大事かもしれないね。こうね、人に肩揉んでもらうと本当にいいかもしれないね、うんうんうん、確かに人から気合をいただくとかもね、あり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 、全然ありだと思います。ポット君どう、コメント何が多い？誰かにハグしてもらうといいって言ってるよ。誰かにハグしてもらうといい。なるほど。ハグ。けどさ、ちょっと緊張するからハグしてほしいってさ、言えなくね？そうだね。ハグしてもらうと僕余計緊張するから。自分の顔を叩く。自分の顔叩く。あ、よし行くぞ、パチパチみたいな。あ、なるほどね。うん、なるほど、そうか、うんうん、何かしら叩けば治るのかな、緊張って。そうだね、あとは、うん、まあ、もう自分は絶対できる、うん、よし、もうやりきったって、うん、もうやりきった自分を想像するとか、ね、それ結構大事だね、うん、僕が結構やるのは、うん、そのライブ前とか本番前はもう本当に自分のイヤホンで本当に大好きなアーティストさんの楽曲とか、うん、尊敬してるアーティストさんの曲をもう爆音で
聞きますね。ずっといいと思いますね。はい、スイッチ入ると思います、うん。スイッチをちゃんと入れ替えないといけないと思うから。うん、だってオフモードでさ、ライブとかできないやん。うん、そう、オフ、なんかまったりした状態でさ。すごいわかる。ね。うん。なんでやっぱりそのスイッチのオンとオフをしっかりつけるっていうのはね、はいはい、大事だと思います、うん、僕も。そうですね。うん、まあけど、はいはい。アメちゃんを舐めるとかって聞けますよ。アメちゃんを舐める。アメちゃん舐める。舐めてどうなの？トットくん。舐めてどうなの？ポットくんの意見じゃなくて、雑誌に書いてあった意見だからさ、ポットくんに言われ聞かれてもわかんないんだよね。ポットくん、雨舐める？ポットくん、緊張したときガムガム。ガムガム。雨もガムも変わらなきゃ。そうか、ポットくんガム派なのね。ガム派だったね。なるほどね。アルコール摂取って書いてあるけど、うん、本番前にお酒飲んじゃダメだよね。あ、でも、うん、ロック、ね、そう、ロックボーカリストの方とかは結構多いらしいですよ。ね、こう、うん、緊張ほぐすためにお酒飲んでからステージに立つっていうロック歌手も、中にはいたりしますよね。うんうん、けどさ、うん、結構、絶対これさ、吹奏楽部って絶対にしてないでそうだね、吹奏楽部でお酒飲んでから、できないな俺はね、トランペット吹いてたら、うん、結構ロックだね。だいぶロック野郎だね、それは。うん、クラシックじゃなくなっちゃうね。うん。うん、結構ね、ソウルフルな演奏なんですよ。はい。というわけでね、こんだけコメントあるんでね。あの、はい。はい。はい。というわけで、今日のお悩みは、緊張を、吹奏楽部で、演奏する前。緊張するんだけどね、緊張ほぐす方法ということでした。まあ、たくさんのね、コメントがありましたけどね、はい、人から気合を入れてもらうとか、うん、あとは、そのね、音楽を爆音で聞くとかね、うんうん、いろんな方法があるんで、ちょっと試してみてください。はい。はい、お悩みメッセージありがとうございました。はい。はいはい。今日はせっかくだから。はい。うん、来ても良いですか？お、全然、もうかかってこいですよ。では、続いて。はい。ラジオネーム、にゃーんさんからの。はい。お悩み。こんばんは。いつも毎週月曜日は日曜日を楽しみに1週間過ごしています。はい。今日は別会長にお悩み相談でメールを送らせていただきました。解決方法をよろしくお願いします。よろしく、ああ、はい。よろしくお願いします。私には、今、好きな人がいます。はい。おぉ。それは、バイトの先輩で、明るくて仕事ができるお兄さんで、はい、年は23歳です。はいはい。いつも私だけにたくさん構ってくれて優しく頼れる先輩です。はい。でもやっぱり女子高生では相手にしてくれないって、それどころか熟女タイプのお姉さんが好きと言っちゃって困ってます。なるほどね。どうやったら攻略できますか？はい、はいはいはい。またどうすれば順当、うん、できますか？よかったら教えてください。そうか、うん、いやーなるほどけどさ、ちゃんとね、甘やかしてくれるんだよね、ね、その話聞いてる感じだとね、まあそうだね、うん、もう 100% さ、何も気がない子にはそんなことしないんじゃない？そうだよね、うん、思い切ってデート誘ってみるとか、ね、全然ありだと思うよ、ね、どんどんさ、なんかいきなりさ、告白するよりもさ、相手にまず自分を女だと認識させることが大事じゃないかな。どんどんアプローチしていってほしいですね、うん。うん。なんか、なんて言えばいいんだろう。まずその、タイプとさ、実際付き合う人って絶対違うと思うんだよね。うん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 、だから、その人は熟女はマジで好きだよとか言ってるけど、実際さ、その、自分を女だと認識して、こういう女性もいるんだよっていうことを認識させることが大事だと思う。うん。うん、だから先に、なんだろうな、やっぱりアピールして相手を認識させることが大事かなって思いますね。この、今コメントでもあるけどさ。うん。うん。そうだね。軽くご飯誘ってみるとか。うん。
女の色気を出していこうって言ってるけど、うん、二人はどんな時に大人の色気とかって感じる？大人の色気？大人の色気を感じる時、大人の色気、大人の色気か、なんだろうな、言葉遣いかもしれないな。あ、言葉遣いもそうだし、今コメントにもあったんですけど、うん、普段こうストレートの髪の女性がちょっとたまに髪を巻いてきたりすると大人っぽく見えるよねってコメントがありました。確かになんか巻き髪ってね、ストレートより大人っぽく見えますね。そうだね、そうだね、うん、そう巻きね、普段そのね、このミャンさんがどういった髪型をしてるかわからないですけど、うんうん、まあ、ちょっとね、今までとヘアアレンジを変えてみるとかもあるかもしれないですね。うん、あとね、うん、先日バレンタインだったから、まだ、はい、まだね、うん、今日15日か、はい、なんでね、まだバレンタイン間に合うと思います。お、いいじゃん、はい、勇気出してみて、はいはい、うん、けどもうすでにあげたかもしれない ね、そうだね、うん、まあそういうアピールが大事ってことで、うん、はい、どんどんそういう誕生日ね、聞いたりして、どん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 、そのなんだろう、せっかくのそのイベントごとをさ、うん、口実にちょっと何かを誘ってみるっていうのはありかもしれないね。ね、うん、そっからこうさらなる進展とかがあったりするかもしれないしね、うん、そうだね、いいと思います。でもね、はい、はい、あがらずにそのまま行ったらどうって意見もあるよ。ああ、なるほど、ありのままで、ありのままで、うん、いや結構俺思うのがさ、うん、ありのままでもいいと思うんだけど、うん、最初はやっぱりさ、なんか結構さ、努力してもいいと思うんだよね。そうだね、知ってもらうきっかけとか、うん、そうそうそう、興味持ちたくなるきっかけを作ってから、そうかな。で、それから、うん、なんだろう、向こうに興味を持ってもらって、うん、それからありのままの自分に接してみて、うん、それで向こうがダメだったら、それはさ、付き合ってもダメじゃん、うん、結局は。そうだね、うん、最初は別に気を引かせてもいいんじゃないかなと思う。僕もそう思います、うん、はい。コメントでもね、結構やっぱり同じ件が多いですね。うん。やっぱり、ギャップとかも素敵なのかな？どっちがいいのかな？あー、なるほどね。ギャップ。ギャップってさ、うん、どういう時にギャップ感じる？そうだな、うん、僕はなんだろうな、この人、うん、ずっと真面目そうだなって思ってた人が、うん、実は喋ってみるとこうちょっとお調子者なとことかふざけたところがあったりすると、うん、ギャップを感じたりするし、うんうん、もうほんと人それぞれギャップがあって、ルース君とかはこうライブではキリッとバッチリかっこいいけど、こう普段ねこうオフの時とかに喋ってみると気さくに喋ってくれたりねこう物腰柔らかかったりするところがギャップを感じてすごいいいなと思います。なんで俺さ、今なんでさりげなく俺クラクに褒められたの？これ女性のギャップを聞いたの？まあね、いろんな人それぞれいろんなギャップがあると思います。はいはいはい、はい、なるほどね、うん、どうすればいいのかな、会長。そうだね、けど僕はですね、やっぱりさっきも言ったけど、最初はやっぱり相手に女として認識させるところからが大事じゃないかなって思いますね。だからまあその多少なりのアピールだったりとか、うん、そのね、その相手がこういう服装とか髪型好きなんだよなっていうのをちょっとしてみたりとかね。そうだね、多分さ、好きだったらさ、それくらいね、ちょっとコメントでもありましたけど、ズーズーしいくらいがいいんじゃないかなって、うん、そうだね、思う。なるほど、はい、勉強になりますね。はい、うん、というわけでね、お気をつけたいの皆さんのコメントもたくさんいただいたことですしね、今回のねお悩み相談、ミワンさん参考にしてください。はい、まずはね、相手に女性として、意識させるところから頑張ってみましょう。うん、はい、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。そしてこのコーナーではね、他にも皆さんのお悩みをたくさんお待ちしてます。応募はメールでお願いします。 pop@radio-neo.jp pop@radio-neo.jp 月曜留守体調やけど宛てで送ってください。
それではここで1曲お送りしましょう。倉くん、曲紹介お願いします。はい、僕のセカンドアルバムからクラッドパラドックスで、クラッドネスのエコー。クス隊長、クラッド隊長うん、いやもうこれずるいよ横からピッコロとか横から信長とか。みんなしゃくれてるじゃあこの曲はこれで、メールを。クラさん難しかった息子も難しかった。先に、怪しい人だ。あと2分ぐらいで、ちょっと時間かかるかな。ちょっとね、ちょうどオンタイムぐらい。オンタイムがちょっと巻いてるぐらい。だから、とりあえずここエンディングザザザザって言ってもらって、うん、で、あ、寺君、これ全部間違えた。サードアルバム。あ、ごめんなさい。はい、あ、セカンドアルバムじゃなくて、サードアルバムですね。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、すいません。失礼しました。で、これで全部やって、スタジオからの生放送の感想を言って、はい、で、なんだっけ、小石君、小石今週なんかメールがなかった。なんか、イワッチがどうこうって。ああ。これが。あ、じゃあ。あれいただいたの。あれなんか、イワッチが。イワッチが。イワッチが持ってた。はい。さっきの、紙ってありますか？何の紙？名古屋について。イワッチが持ってたよ。あ、イワッチが持ってた。うん。じゃあ、イワッチが。うん。ああ、これ読んで、ちょっともう横からネタ切れです。横からネタ切れ。横からはもうネタ切れ。ネタ切れってやつだ。はい。スタジオでの放送の感想を言いつつ、はい、読むやつ確定。うん。横からパディントン。横からパディントン。横からパディントン。そのまま見といてよ。ねえ。その3つが新しいです。ここで読みつつ、上から、上からね。ハードル上げるね。どこで読むんでしたっけ？ここの中が、まあ、ここ、今後の予定ザザザというふうに、まあ、こういうことだけ先にもうガッと言っちゃって、はい、で、スタジオの方その感想を言いつつ、まあ、まだちょっと時間あるのでメッセージ読んでみましょう、はい、って感じで、この辺に。わ、はい、かりました。で、最後の曲流れたら、あ、もうそろそろ時間だなっていう。はい、わかりました。終わりです。レディオネオのスタジオから初めての生放送、もちろんツイキャスも配信中。留守がお送りするラジポップ 2.5 シーズン1、月曜の夜は留守やけど、そして今夜は毎週木曜日のラジポップ 2.5 シーズン1、クラッドレディオを担当しているクラ君とお送りしてきました。はい。そろそろエンディングも近づいてきましたので、ここで今後の予定とお知らせです。うん、XRG ツアーも残すはあと3会場。うん、この週末は、2月20日土曜日、福島県郡山ヒップショットジャパン、うん、2月21日日曜日宮城県仙台ダーウィン、うん、はいね、残り3会場になったね。はい、いやもう3会場か、寂しいな。本当だよ、なんかあっという間だった な一瞬だったね、もう1月。本当一瞬だったね。ね、1月からもあったよね、もう2月の半ばだよ、ね、
そしてね、エクサイジツアーが終わったら僕らはね、続きましてね、すぐに PTA ホールツアーで、なんと全国14カ所、また回ります、はい。回らせていただきます。はい。ツアー初日はね、東京です。はい。3月5日、東京調布市グリーンホール。うん。そしてね、うん、もちろん、今いる名古屋にも行きます。やった4月30日、愛知県芸術劇場ホール。うん。さらにさらに、僕の地元、福井での発売日も、5月1日、福井フェニックスプラザでライブを行います。凱旋ライブだね、もう。ねえ、うん、本当に嬉しいわ。うん。そして、今日第3弾、追加出演者が発表になりました。うん。ヒロスさん、関庵さん、キコさん、松下さん、ロッコさん、ロクモさんです。はい。ETA ツアーに関する詳しい情報は、exitchangeacademy.jp をご覧ください。はい。はい。くらくん、ETA ホールツアーの意気込みをお願いします。うん、そうですね。ETA ホールツアーというと、もう、ニコニコ動画とか YouTube で活躍中のもうネットアーティスト、ボカロ P さん、作家さんから、ボーカリストから、でもたまにはね、ダンサーさんなんかも集まって、こうネットアーティストが一堂に会する、お祭り騒ぎできるイベントだなぁと思ってるので、僕もそのお祭りを盛り上げる一員にもうならせていただきます。もう全国14カ所頑張らせていただくので、ぜひぜひご興味を持った方は遊びにいらしてください。よろしくお願いします。はい。というわけでね、まだ少し時間があるみたいなので、一つだけメッセージをお読みしたいと思います。はい。ラジオネーム、小石くん。ルス君、こんばんは。エクサイジー京都、名古屋公演お疲れ様でした。今日は自宅からではなく、レディオネオからの初放送ということですが、岩地さんとやっと会えましたね。いつも岩地さんやその他のスタッフさんとルス君の掛け合いが面白くて大好きです。そこで質問なんですが、会う前のイメージや実際にやってみて驚いたことなど、お互いに初対面の感想が聞きたいです。名古屋の観光の話も楽しみにしています。イワッチ、イメージ変わった？そうですね、なんか会う前は188センチで、こうロン毛で、なんかもう、なんか普段歩くときに浴衣を着ててみたいな嘘情報を教えられていたんで、そうだね、なんか恐ろしい嘘情報をイワッチから、はい、命から聞いていたので、はい、実際にね、お会いしてね、本当にもう声のまんま優しい方ですね。もうすごい癒される、うん、癒しキャラですね。はい。ありがとうございました。ということで、明日火曜日のラジポップ 2.5 シーズン1は、マジコさんがお送りするマジコブレディオです。お楽しみに。それでは、僕、ルストは来週月曜日にお会いしましょう。そして、僕、クラッドネストは今週木曜日のクラッドレディオでお会いしましょう。この時間のお相手はルスト、クラッドネスでした。バイバイ。バイバイ、またね。おやすみ。おやすみなさい。お疲れ様でしたー。待ってよー、岩地呼ぼう、岩地呼ぼう、岩地呼ぼう、岩地と反省会見、岩地、岩地、岩地、ルスさん、ルスさん、はい、岩地だよ、来ます。はい、反省会しましょう。反省会、まずはサンクラのセカンドアルバムを、はい、間違ってました。すいません。台本に。ごめんなさい。はい。いや、僕もちょっと気づかなくて申し訳ないですね。自分ならそうなんだよね。そう。あとは。今日は初のカメラ放送だったけど、ね、普通にやんなきゃできましたね。うん。これ、岩っち似てるよ、これ。モアイ像じゃないですか。これ完全に、完全にさ、完全にモアイ像でしょ、これ。ここ出されてるときに。ちょっとだけ見ていいんじゃないですか。これ、ずはい。ああ、ごめんなさい。リンクをいじめないで。すいません。怖くて。
バリントンの鼻いじめないで。ほうほう、はい。あ、お、お。お、お。いや、こら。やばい。鼻取れちゃう。いめないね。どうでしたか？いや、楽しかったですね。楽しかったです。楽しかった。めちゃめちゃ楽しい、やっぱこう対面で。近いものはあるよね。これは近い。これは僕、ね、似てると思いましたよ。ね。これは。めっちゃ怖いポッドくん。ちょっと。泣くわ。これ壊してみるよ。泣くわ。でもガム噛んだら可愛い。可愛いわ。もう、落書きがもうやりたい放題でしたね。ちょ話に合わせて書こうと思ったら間に合わなかった。いやでも相当頑張ってました。相当頑張ってるのが伝わってた。全然間に合わなかった。金シャチとかすごい金シャチじゃなかったから。よく見たら。たい焼きだもん。これっていつも映像だ、映像入ってましたっけ？いや、いつも画像です、ね。画像で。ほら、信長。Y の iPhone ケースや。おそろの人おるやろ。たい焼き。どんでもこのシャチホコはたい焼きですね。見てないわ。さあ、ルス君、名古屋の感想を。はい。ルス君とクラさんで名古屋の感想を。じゃあまず、クラ君から。はい。はい、やっぱりね、スタジオで生放送をすると、こう対面で喋れるのと、こうスタッフさんが頑張ってる姿が見えたりして、よりなんか、みんなで生放送を作り上げてる感がもうビシビシ伝わってきて、楽しかったですね、純粋に。はい。またね、ちょっとスタジオでやる機会あったら、ぜひ名古屋来た時は、なんか呼んでいただけると嬉しいです。はーい。お疲れ様でした。はい、というわけでね、月曜の夜は留守やけど、ね、4ヶ月経って初の名古屋、あ、何してる？名古屋の初収録でしたけどね。はい。もうなんだろう。やっぱりこういう現場でやるのが本当のラジオだなと思うんでね。ね。まあ、けど家でやるのもね、やっぱそのレディオネオのその留守やけどならではもあるんですけど、うん、時々はこうやってね、また名古屋に遊びに来て、いわちとかいのちとかみんなとこうやって制作しながら、ね、また留守やけどやれたらいいなと思います。います。楽しかったです、名古屋。ありがとう。ありがとう、名古屋。満喫しました。はいはい。もうご飯も美味しかったしね。もう本当に満喫しました。はい。じゃあ、またお会いしましょう。またねー。また来週。木曜日もよろしくねー。はい。じゃあ、留守やけど、in 名古屋でした。名古屋でしたー。またね、おやすみ。おやすみー。